をしても、それでも報われたんじゃないかな。慰めてくれるのですね。ありがとうございます。しかしこれはもとより稲妻の神がやるべきことです。私は行動するのが遅すぎました。先ほどの武士が言ったように、私は戦士の担うべきことを全て引き受けていればいいとだけ思っていました。ですが稲妻に必要なのは誠のような人物です。たとえ私と誠が全く異なっていて永遠に彼女のようにはなれないとしても、私のやるべきことは彼女と同じであるべきなのです。ええ、強くてたくましい誇るべき存在です。人々に崇められる雷電将軍が彼らの足を引っ張ってはいけませんね。お、どうやら考えがまとまったみたいだな。稲妻には新たな変化と可能性があります。しかしそれと同時に時間も必要なんです。過去が私たちに残した傷跡は未来へと至る時間の中で癒されていくことでしょう。どれほど時間を費やすことになろうとも、私はやり遂げてみせます。これは私自身が約束したことですから。獣域ハウンドを一掃した今、この件も解決へと向かうことでしょう。今のところ奴らがこれ以上の脅威をもたらす気配はありません。原因の究明や傷ついた神王の手当てなどについては天領奉行か社奉行の者に対応させます。お、じゃあ行こうぜ。えい、すごく落ち着いてるように見えるけど内心はざわついてるんじゃないかな。なんかエイってここ最近ですごく変わったよな。お、どうしたんだエイ、早く行こうぜ。どうしたんだよ、また具合が悪くなったのか。体が動きません。どうやら事態は私の思っていた以上に深刻なようです。いえ、彼女が私を呼んでいます。今が絶好の機会でしょう。私の体を支えていただけませんか。鳴神大社の下にある洞窟へ行きましょう。洞窟？中に何かあるのか。そここそが過去を断ち切り未来へと進むための戦場です。
入り口はここです。うわ、鳥居が現れた。また悪化したような気がします。でも大丈夫です。なるべく早く全てを終わらせなければ。ここはかつて私が直々に封じた雷電誠の意識空間への入り口。どうやら彼女はもう私にこの体を好き勝手使わせる気がないようです。あ、どういうことだ。彼女って誰だよ。誠のことか。ついてきてください。ついていくってどこに。うわしましたね、旅人さん。この身は内なる者の協力者であり、規則の守護者。内なる者が規則から逸脱しようものなら、この身は修羅と化しましょう。この感じ、まさか人形の将軍か。あなたは私の体で属性をめぐり永遠の身体をつかんだようですね。今の自分の方が過去の自分よりも決意が固く、考えが正しい、そう思っているのでしょうか。それは新たな考えを得たから、それとも抗うことのできない摩耗を受けたからですか。それをあなたに答えるために私は来たのです。私たちは無事、今この場における対話は刀を交えることのみ。雰囲気が一気に変わったぞ。大丈夫なのか。先ほどの不調は私に体を使わせまいと将軍が抵抗していたからです。彼女が言ったように、私が変化する考えを持った時点で彼女は私を敵とみなします。ただ意識空間に入れば私は彼女から独立した存在となり、干渉を受けることがなくなるのです。将軍は人形ですが、自我を持っています。必要な時に、ここに現れて、私と対決するのです。エイはどんな困難があってもやり遂げるって言ってたけど、まさか自分と戦うことになるなんて、誰も想像してなかったぞ。エイと将軍が戦うなんて。私が将軍に定めた規則。いえ、将軍こそかつての私の理想、永遠の礎であり揺るぎない存在。必要がなければ私は彼女を変えることなどしません。もう他に方法はないのか。手を出さなくても丸く収まるみたいな。でも二人とも稲妻のためを思ってやってるのに。この身は無常なる威厳を象徴し、一刻を滑る権限を与えられ、雷電将軍の一切を凝集したもの。当然のことながら、エイが前進する中、絶え間なく失われていく苦しみと永遠を目指す決心も受け継いでいます。これも全て魔耗に対抗するため。決心、勇猛、愛は、憎悪、その全てが時間という長い川の中で歪み変わっていくのです。規則のみが永遠を保つことができる。確かにそれがあなたを作った時の私の考えでした。同時に私が越えなければならない高き壁にもなったようです。
あなたは私の敵になるというのですか？私はあなたの過去であり、永久不変の規則であり、永遠の守護者。ならば私は、市民に夢を与えし、ライデン、エイ。誇り高く臨然たる亡霊の少女は、その鋭利な牙と爪を断ち切られました。たとえ血と汚れが洗い流されたとしても、あなたの刀が以前の輝きを取り戻すことは永遠にないでしょう。見切りました。無我の境地。タッフッ。はって、タッフッ。そこ。ストップ。逃げ道はありません。はっふっ。呼吸。はっふっ。空に舞う狐の王冠はやがて漆黒の雨へと変わりました。血脈が流れ続ける限り時間の苦しみは終わりません。元通り回復した。シュッ。無礼者、逃げ道はありません。稲光すなわり謎の神の栄光は雲の中で静かに広がりし、この先あの世の人は永遠に二度と現れないでしょう。ひゅっ。逃げ道はありません。無我の境地。この目で属性を見届けた。幻滅。やっと倒せたのか。その武芸、衰えてはいないようですね。しかしその意志はいつまで持つでしょうか。そんな。ここは意識空間。彼女の存在はそう揺らぐことのないものです。彼女は魔王に対抗するために生まれました。意志に関しては彼女は生きとし生けるものの頂点に立つでしょう。当然あなたも私も含めて。じゃあこの戦いって終わりがないってことか。よもやそれもありえなくはないでしょう。ですが私は今の私の意志が決して魔王による産物でないことを彼女に証明しなければなりません。私の切り開く未来はきっと魔王にも耐えうるほど偉大なものであると。これを乗り越えなければ将軍の規則を変えることはできません。稲妻も前進することはないでしょう。これは私の責任です。たとえこの戦いが何ヶ月何年何世紀どれだけ続こうと何度でも私は彼女を倒します。500年前人間は戦うことで自らの力を証明しました。そして今彼らは願いを頼りに新たな道へ歩もうとしています。まるで古き桜が新しい枝を伸ばすかのように、そろそろ私も彼らを信じることを学ばなくてはなりません。はい、わかっています。ですがもし、誠の言った無双こそが、正真正銘の永遠なら、将軍のいない主婦など、恐るるに足りません。稲妻の果てしない未来のためならば、どんなに長い戦いも、永遠の中の一瞬に過ぎないのです。私は稲妻の臣民に必ず帰ると誓いました。この誓いはあなたが見届けてください。私のいない間、すべてを巫女たちに任せます。でもそれじゃあ。私の言葉を伝えてください。
追い出されたのか。どうするんだよ。本当にエイと将軍をあのままずっと戦わせるのか。ああすることでしか将軍の規則は変えられないって言ってたけど、でも。そうだろう。しかもエイって頑固だから、あそこで壁にぶつかったらそのまま足を止め続けることになっちゃうかもしれない。それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたら、もう出てこない可能性だってある。おう、エイがこの試練を乗り越えられるよう前みたいにあいつを手伝おう。エイが中にいる時間を短縮する方法か、それか直接勝つ方法ってないか。何が何でもエイをあのまま中に残しちゃダメだ。でもあの場所にはもう入れないし、手伝うって言ってもまず中に入らないと。どうしたらいいんだ。とりあえず体当たりでもしてみるか。そうだ、ミコだ。ミコはあの不思議な空間のことをどれくらい知ってるかはわからないけど、もう他に選択肢もない。早速あいつのとこに行ってみよう。なんじゃその焦った顔は。もしやまたわらわに頼み事でもしに来たのか。何時じゃからよかったものの、もし他のものじゃったら笑顔で迎え入れはしていなかったじゃろうな。笑顔でっていつもニヤニヤしてるだろ。さっきのは上トークじゃ。そうわらわにケチをつけるでない。そうか、なるほど。 A は稲妻を人間に託し、自ら一人でいつ終わるかもわからぬ戦いをしていると。頑固で極端、自身の意志だけで行動し、わずかにでも力が足りなければ目的を達成できぬ。確かにあやつのやり方じゃ。じゃがあやつは今までずっとあんな風にしてきたんじゃ。一体何の心配をしておるのじゃ。焦っておるか。それもそうじゃな。A は時に子供じみたところがある。それでわらわが手伝えると思ったのか。そのようなこと誰から聞いたのじゃ。とぼけてるんだよな。わざとからかってるんだよな。ほう、ずいぶんと賢くなったではないか。じゃが残念ながら今回のは本音じゃよ。ライデン誠の意識空間についてわらわはほとんど知らぬ。わらわが知っておるのはあれが信用の根本であり、 A の一心浄土とは少々異なるということだけじゃ。それってライデン誠がいなくなったからか。完全にそういうわけでもない。空間そのものの性質にも違いがある。じゃがわらわの机上の空論よりも直接訪れた何時らの方が感じ取れたのではないか。ともかくこれらはすべて説明するのも面倒な些細な点じゃ。まずはその空間の入り口に向かうぞ。方法はあ
はある。少し姑息ではあるがの、意識空間は何も知らぬ者にとっては非常に抽象的なものじゃ。じゃがわらわはちょうど鋭意の眷属、多かれ少なかれあやつの居所を感知できる。言い換えればその場所が空間のどの位置にあるか具体的にはわからぬが、汝を鋭意のもとに送ることはできるということじゃ。抽象的位置？何言ってるんだよ。理解しなくてもよい。もっと簡単に言うと、今のあやつの周りにある全てのものは混沌に包まれておる。乱流のように無秩序。無理に入れば荒波に飲まれ、時間と空間の中に迷い込んでしまうじゃろう。だからこそ、一心浄土に入るときは意識を物体へと宿す方法が一番安全なんじゃ。じゃあ、おやはやめとくよ。お前たちは行ってきてくれ。まあ、行かなくてもよいじゃろう。最悪、A を失うだけじゃろうしな。決意は固まったようじゃな。では、ナンジラを送るとしよう。これは？いや、なんでもない。この乱れた感じ、わらわの考えを裏付けておると思っただけじゃ。そうじゃ、空間に入るときは、ナンジの願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。抽象空間の巨大な波に飲まれないためには、自らの意識を一定まで高める必要がある。意識を強く保ってこそ、わらわは汝を最も適した位置へと送れるんじゃ。扉が開いたぞ。入るがよい。わらわは外で待機しておる。汝の最後の保険としてな。わらわの神、汝に託したぞ。わらわのため、そして稲妻のため、全力を尽くしてきてくれ。巫女を信頼していいんだよな。さあ、行ってくるがよい。心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは汝を最も適した位置へと送れるんだ。私と同じままなのですか。この戦い、実に懐かしい。今のあなたの意志はまるで永遠に関する規則を定めた時と同じように固いのですね。無数の戦いの中、あなたは一度も負けることなく、一片の迷いもありませんでした。たとえ私が永遠における全ての敵を目の前に示しても、あなたは動じなかったでしょう。それほどまでに規則に従おうとする意志、称賛に値します。あなたこそまさに永遠の守護者の名にふさわしいもの。彼らがこの空間に戻ってきた時、まるで運命に導かれた必然のように感じました。ではこの決戦をもって
私たちの500年以上にわたる宿命に終止符を打ちましょう。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどのもの。私有を決するに使わんとする力は大海を覆し天を滅ぼすほどのもの。私有を決するに求めし意志は心を無双を転覆せし。しかしあなたは今なお存在している。私は永遠に存在します。はっ、見切りました。てひゅっ、裁きのイカズシ、セッ、うどんです。シュッ、や、ストップ、ストップ、はい、セッ、戦時の今しめ。逃げ道はありません。ここまでです。あなたの勝ちを認めます。あなたは過去を超えることができないと考えていましたが、私の思い違いだったようです。あなたの魂を軽視していました。永遠に摩耗することのない意志は、結局のところ、未来を抱けないのですね。あなたは未来の心配をする必要も、一人で前に進む必要もありません。あなたの強さは私が一番よく知っています。私一人の力ではこの決闘の敗者は私だったでしょう。しかし武芸の形と限界は刀を振るう理由によって決まります。私が背負いし者は天候へと向けられた幾千もの眼差し。それを思うたびこの無双の一心が震えるのを感じるのです。まるで誠から受け継いだこの刀が私に気づかせ鼓舞しているかのように私も感じていました。先の戦いの中、それは確かに新しい力を放っていたこと。その力は私の認識をも超えたものです。これは誠の刀です。もしかしたら私が彼女を心から理解した時にのみこの刀は全力で応えてくれるのかもしれません。無双の一心を強く握りしめると彼女と一緒に戦っている感覚になります。馴染みがあるのにそれを知らない感覚。一度も刀を振るったことのない彼女がずっと私のそばにいるかのように。認めましょう。あなたのその新たな意志は摩耗によって生まれたものではない。もうあなたの規則を修正する行為を妨げるつもりはありません。これからもこの身はあなたの協力者です。もう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の過去を表す存在でした。しかし今日からはあなたが私です。誠はただ一度たりとも私を武器とみなしたことなどありませんでした。私も決してあなたを道具とはみなしません。本当に変わったようですね。これが人間のよく言う成長というものでしょうか。わかりました。
私があなたの影となりましょう。かつてあなたが誠の影であったように、私の行うべき責務に変わりはありません。しかし武者として、今後もこのような戦いの機会があることを期待しています。勝負そのものについては、まだ不服と、そういうことですか？いえ。ただ、今までに感じたことのない、新しい感覚だったからです。あれはもう一度味わうのに値するものでした。もう戦いは終わったのか？これで本当に全部終わったんだよな。こんにちは、エイ。それからこれを見届けている者たち。私はライデン誠。かつて責務を全うすることができぬまま散り、あなたたちに数多の厄介事を残してしまった前代の雷神。誠、私は今とても嬉しいわ。あなたならきっとここまでたどり着けると信じてた。私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたの。あなたがその力を全て発揮した瞬間、私が現れるようにね。どうしてこんな回りくどいやり方をしたのか、それはあの時のあなたが自分の考えを信じて疑わず何も聞き入れようとしなかったからよ。ただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかった。だからこのような形であなたを待つことにしたの。どうか許して。しかしそんなこと私には一度も。全てが急すぎたのよ。本当にごめんなさい。いきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなり、ずっとあなたに悪いことをしたと思っていたわ。あなたが無双に固執しないためにも、もともとこれらの道理は私が順を追って教えていくはずだったのに。あの時カーンルイヤで起こることが分かっていたのですか？ええ、多少ね。どの属性の失勢にとってもあそこは無視できない存在だから。今の私にはもう時間を感知することができない。この再会がどのくらいの時を経たものなのか、そしてその間に稲妻で何が起きたのかわからないけど、それでも私は知っているわ。あなたはきっと幾度となく涙をこぼしそうになりながらとても険しい道を歩いてきた。そうよね。幾度となど私を見くびらないでください。ほら、認めてるじゃない。そういった可能性も考えてあなたに贈り物を残しておいたわ。稲妻の苦痛を和らげるためにね。これを受け取って。私の最後の意識が消失する前に。でも最も重要な一歩はあなた自身の手でね。守る奇跡の木、今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。時間を無限に引き延ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど私は稲妻の未来を見届けることもあなたと一緒に行くこともできないわ。
ってる？エイ、私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？きっともう役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。あ、自らの意識空間に信用を植え、それが過去の稲妻で発芽した。そう簡単には信じられぬ、実に奇怪な話じゃ。これらは全て誠の力です。永遠に関して彼女の理解は私より深いものでした。永遠は時間と密接に結びついた概念です。永遠に触れれば時間の概念が曖昧になります。時間そのものに意味はなく、条理によって解釈することも不可能。なるほど、これこそがわらわの感じた乱流じゃったわけか。もしかすると何時らがあの時間に無事戻れたのはそれが原因だったのやもしれぬな。じゃが、あの乱れた感覚はもう消えておる。まだ私も完全には理解できていません。ただ全ての根源があの種であると私の直感が伝えています。わらわはそうは思わぬ。誠の力であれば、もしかするとあなたが何を考えているのかはわかります。確かに誠はより高度な力を有していたかもしれません。ですが何がどうあれ、彼女のこの方法は最後の最後で私たち全てのものを守ったのです。もし神王がなければ、稲妻は何百年も前に災いと汚れによって飲み込まれていたかもしれません。汝が神王に奇妙な感覚を抱いておるのは知っておる。じゃがわらわから言わせれば、神王はずっと存在していたんじゃ。昔汝はこの神王が誠の意識空間とつながっていることをわらわに証明しようとしたが、残念ながらうまくいかなかった。そうじゃろ？ええ、ですが今わかりました。あの時はまだ神王が植えられていなかったのです。でもあの木、今の姿とは全然違うと思うぞ。神王はわらわの縄張りに植えられたものじゃ。当然わらわの好みに合わせて剪定しておるに決まっておろう。おい、そんな勝手にやっていいのか。冗談じゃよ。発芽してから今までこの木は数多くのことを経験してきた。狐が精魂込めて世話してきたおかげで今の形となったのじゃ。わらわと完全に無関係というわけでもないぞ。汝らが空間を離れてから再び入るまでの間、時間は少ししか経っておらんかった。なのに内部の戦いはすでに何百年も続いておった。そうじゃな、わらわが思うに、旅人、汝はわらわの言いつけ通り、自身の願いを心の中で念じておったのではないか。あの時わらわは A の居所を感知しておったが、同時に内部の時間の異常にも気づいておった。もし時間もわらわたちの追い求める要素の一つであるならば、位置のみを知っているだけでは不十分。じゃが幸い、汝らの強い意志によってその乱流は全ての願いが収束する時間の交差点、最も大きな可能性を秘めたあの瞬間へと汝らを連れていった。乱流の方向は誠の影響も受けていたかもしれぬが、 A を助けられたのは皆の努力があったからじゃ。今回は汝らに礼を言わねばならぬ。
しかして、オイラたちがあの決戦に立ち会えたのは、偶然じゃなくて、必然だったのか。私はもともと空間の外と内で時間の流れが一致していると思っていました。ですので旅人さんが再び現れた時、とても驚いたのです。あの瞬間、私が真っ先に思ったのは、もしや稲妻に大きな災いが起きたのではないかというものでした。しかしあなたが来たのは私を助けるためだった。あなたが来たことで私は最良の結末を迎えられました。お二人ともありがとうございます。私のためにしてくださった数々のこと、しかと心に刻んでおきます。エイ、大丈夫じゃったか。体はすでに回復しています。将軍の意志ももう私と抗うことはありません。体ももちろん重要じゃが、それよりも我らは気持ちが落ち着いたかどうかが知りたいんじゃ。誠の意識にあったのじゃろ。ただ彼女の声を聞いただけで、あってはいません。大丈夫です。少し懐かしいと思っただけなので、私はもう前へ進むと決めています。しかし今回のことで確信しました。誠は本当にすごいですね。彼女はあの時すでに稲妻の未来に起こる数々のことを予想していました。何より私の未熟さも、すべて彼女の計算に入っていました。稲妻が今日を迎えられるのも彼女のおかげです。私はただ種を一つ植えただけです。そうだぞ。エイは自分の力で誠の前に戻ったんだから、それだけですごいぜ。ありがとうございます。今日ようやく汝と稲妻は何百年も続く影から完全に抜け出せたようじゃな。誠と汝は稲妻にとって不可欠な過去と未来。あなたからそのような慰めの言葉を聞けるとは、珍しいこともあるのですね。素直に受け取っておきましょう。なんじゃ、これも全部昔の汝が聞く耳を持たなかったからじゃろ。誠と同じこと言ってるな。ほう、なら将軍の位にわらわが二日ほど座ってもよいのではないか。はいや、そんな面倒なこと、やはりごめんじゃな。冗談はここまでにしましょう。私はこれから数多くのことをやらなければなりません。将軍と共に現在の稲妻をよく観察し、現状を整理し、未来について考えます。そして鎖国を解除します。本当か？それって大変なことなんじゃないか。私はもう静止するだけの永遠を追い求めることはしません。であればこの国を封鎖する必要もないでしょう。きっとこれから稲妻には多くの壁が立ちはだかることになります。それについて私もとても期待しています。この先、稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょう。ですが、私にはその準備がもうできています。鎖国令を解除すれば、必然的に様々なものに影響します。利益のみで害がないとは言い切れません。例えば、すでに予測できるものが、他国による稲妻の商業への影響です。これは私が次に取り組むべきものとなるでしょう。A は本当に真面目じゃの。わらわが今考えておるのは、鳴神大社で入場券を販売するか否かだというのに。あなたという人は、この先
稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょう。ですが、私にはその誠の眼差しは常に稲妻の民にありました。それが彼女の責任であると昔の私はそう考えていたのです。しかし今になってやっとその眼差しに称賛と期待が込められていたのが分かりました。責任とは別に彼女はそれを喜びとしていたのです。彼女は人々を愛していました。過去の人々は眼差しを向けるに値した。それは現在と未来の人々においても同じことじゃ。ええ、私はもう彼らの情熱と夢を無視することはありません。この先稲妻には数多くの試練が待ち、正直言ってあれは終わりの見えない苦痛でした。果てしない戦いを前にした時、常に精神を研ぎ澄ませる必要があります。少しでも気を緩めれば将軍の刀が私の命を奪っていたでしょう。今までの経験と見聞がなかったら、そして刀に力がこもっていなかったら、破れていたのは私だったはずです。これについてはあなたのおかげでもありますね。この先稲妻には数多くの試練が待ち、安心してください。もちろん忘れてはいませんよ。天領奉行と社奉行には私から伝えておきます。ただ魔物の脅威以外にも信用から他のものが漏れ出ないかが心配です。それはまだはっきりとは言えぬ。記憶以外にも地脈には多くのものが入っておるからの。あなたも当事者なんですから怠けないでくださいね。この先稲妻には数多くの試練が待ち構えて。何時よ、当人の前でふざけたデマを言うでない。この世にはそう軽々しく何度も口にしてはならぬ言葉がある。わらわを裏切ることがどんな代価を払うことになるのか、そんなもの知りたくはないじゃろ。わらわの言ったあれは何時とわらわだけの秘密じゃ。よいな。何の話をしているのですか。何でもない、油揚げが食べたくなっただけじゃ。この先稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょう。この先稲妻には酒を手に景色